はい。で、ここからはですね、えー、まあ、あの、ちょっと、ずっとですね、ポストコロナについてのね、えー、まあいろいろ読んだりとか、まあ、番組とかも結構ありまして、あのー、NHK のね、番組とかで、あのー、いくつか見たりとか、あのー、ずっと考えてたんですけど、あのー、もう一つ日本の言論ダメですよね。まあ、ダメっていうか、まああんまピンとこないんですよ。 で、ピンとくるようなこと言ってないですよ。相変わらず小さい話してるなと思うんですけど。で、まあ、ダイナミックに社会全体を変えていこうっていうことを言い出した人が、まあ、何人かいてね。で、若手の中で、まあ、あの、エモリさんが言ってたあの、斎藤浩平さんっていう人が出てきてですね。まあ、本人が、私はマルクス主義者だって言って。 世界的に起こってるね、資本主義に対して違うんだっていうことを言い出した若者の一人でしょうね。まあアメリカもね、サンタス中心にあの、社会主義っていうのがもう復 実験しているとで、社会主義、共産主義っていうのが、まあ、失敗してったっていうね、歴史があるんですけど、この、まあ、修正、修正、修正社会主義ってやつでしょうね、きっとね。<laughs> そういうふうにして、えー、まあ、資本主義の、ぼ、あの、暴走を止めないとやばいよねっていう、そういった、ま、空気が始まっているということですよね。で、一方でね、じゃあね、日本はどうだったかっていうとですね、落合陽一って人が出てきてですね、で、まあ、期待の若手みたいな感じになりましたよね。 で、その前にまあ古市さんとか、まあ、一つの,そのロスジェネラの論壇っていうのがいて、まあ、オタク中心論壇ですよなっていうのが出てきてですねでまあ僕もねその辺見ながら、まあ、あんまりピンとこなかったですけどね あの、おっちんさん、ちょっと面白いなと思ったんですよね。で、キャラクターがですね。で、まあ、ただ、ずっと見てて、面白いことも言うんですけど、キャラクター、ひたすら面白いんですけど、えー、デジタルっていうかね、技術が革新していって、で、まさに電脳コイルのようなこと言ってましたよね。デジタルネイチャーつってね、デジタルとリアルの融合っていうもの、そしてそこから、まあ、ダイバーシティっていうね、まあ、要するに、えー、まハンディキャップのある人たちが、普通に生活できるような世の中にな,になるんじゃないか、みたいなことが、えー、まあ、彼の、まあ、 の主張だったで、えー、ただですね、まあ、非常にその、<laughs> 難解な言葉を駆使するので、まあ、分断起こりますよねあ。あの場、あの場合はね。その後のね、彼の発言もあ,あんまり追っかけられてないんですけどね。な、なんでかっていうと、科学が発展すればなんとかなるだろうっていうふうに思っているし、その老人たちがまだいっぱいいるんですよね。だからね、物の考え方を根本的に変えなきゃいけないのに、それ変えられないから、 科学技術が発展すれば何とかなるっていうね、その戦後の科学、科学万能主義っていうのにまだしがみついてる老人がいっぱいいるんですけど、この人たちがですね、まあ、落合さん随分持ち上げてたなという印象はありますよね。で、それが非常にその、 ああ、またここでぐるぐる回っちゃうんだなっていうのがあってですね。で、まあ、もういいやっていう。まあ、もういいやっていうか、ちょっと距離を持って見てようかなと思っている状態ですよね。で、えー、同時期にっていうか、そのちょい前にマイケル・サンデルさんのブームがありましたよね。あの、正義について考えようってって、ハーバードね,ね。で、ハーバードでやってる授業を、マイケル・サンデルさんが、まあ、やって あのまあ、講義してるでこれがまあ白熱授業、スーパー授業って言われて、まあ、非常に面白い授業でしたよね。で、まあ、有名なのはあれですね、トロッコのジレンマですね。これって、えつまり、えー、自分の判断によって、人をたくさん助けた方がいいのか、ちょっと助けた方がいいのか。ここ結局彼は何言ってたかというとですね、あの新自由主義批判だったと思います、あれは。で リバタリアンニズムっていうのは、まあ、リバタリアンがすごく多くなってきた時期に登場してますよね、マイケル・サンデルはね。みんなを助けなくたって、俺が努力して得たものに関して文句言わせねえと、それぞれ勝手にやったっていいんじゃねえのっていう考え方とかがリバタリアンニズムね。で、えー、なんか、うまくいかない奴は努力が足りないんでしょうっていう、その切り捨て感っていうか、この感覚っていうのが、まあ、非常にその感情が劣化してて、 えー、しかもですね、えー、その考え方で言うと、結果的に全員不幸になるっていうことが分かんないから、実は知性の劣化でもあったっていうことを、まあ彼は言いたかったんじゃないかなと思いますね。はい。で、そこから、あの、まあ、なんつうのかな、一つその、すごく分かりやすいことを言う学者さんがたくさん出てきてて、で、えー、まあ、俺はあのドイツのマルクス・ガブリエルさんは結構面白いなと思って見ておりました。で、あのー、 でもね、彼が言ってるのは、いろいろ言ってるんだけど、あの、斬新だったのは、倫理を説いてるんですよね、哲学者が。で、えー、資本主義っていうものが、倫理を失ってしまってるとかね。だから、倫理を取り戻せ。要するに、モラルを取り戻せっていうこと、ごく当たり前のことっていうかね、当たり前だけどできないじゃんっていうことを、 普通に言ってるところが斬新だったなっていうね。で、言っちゃってるって。で、彼は、あの、企業が税理士を雇うように哲学者や倫理学者を雇うべきだっていうことを言ってるんですよね。で、これもなかなか斬新ですよね。なん、あのね、俺は精神科医も雇うべきだなと思うんですけど、企業っていうのは、その、 あもう宿命的に拡大しなきゃいけないんですよね。持たいないわけですよね。それで、その利益を上げなければ終わっちゃうから、あの利益を上げるために何でもするっていう風になっていくっていう、それが宿命なんですね。その企業がその競い合ってるのが資本主義社会なんで、まあ、そのいろんな法の抜け穴を探しながら、世界をめちゃめちゃにしながら、えー、貧困を増やしながら、 呃、不幸を、要するに不幸を拡大しながらでかくなっていくのは企業なんですよ。だからね、要はサイコパスなんですよね、企業って。でそのサイコパスである企業っていうものを、もうちょっとマシなものになるっていうか、ね、企業の怒れ具合をちょっとマシな方向にするためにどうしたらいいのかって話でしょうね。これを、えー、ガブリエルは指摘しているのでおれば、なるほどいいよなというふうに思って、 でおりましたねでまぁ本当一例ですけどねこの人の話ちょっと面白いのでよかったらまあい,いくつか見たらいいかなと思いますであの特にね好きなのがね子供に参政権を与えるべきだっていうふうに言っててでこれはね子供はねあの簡単にコントロールできるから 子供に三世紀与えたらまずいってよく言うかもしれないけど、いや逆で、大人の方が簡単にコントロールできますよね。で、大人の方が多くのしがらみがあるんで、本質からずれた判断しますよね。みんなやってるからみたいな、あの、感覚で、大人もやりますからね。 で、まあ、その、うちの会社にとってはこれがしょうがないんだよっていう感覚でもう投票とかするわけで、それが一切ない状態の子供ほど純粋な判断ができる。もしくは、あともう一つは未来が多いんですよ。未来、未来の量が多いからね。どうせもう死ぬんだからっていう設定でやってる人たちが政治家っていうのはこれもう地獄ですよ。この先長く生きなきゃいけないから、今はこれ我慢しなきゃねっていうところでコンセンサスを得られるのは若い世代ですよね。 まあ、こういうことだと思いますね。そのマルクスが、えー、ガブリエルが言ってるのはね、どう判断するのかって自分で決めなきゃいけないってことなんですけどね。本当にあの、油断しないようにしてほしいとは思います。 続いてですね、ノア・ハラリさんっていうね、人が、ユバル・ノア・ハラリさんっていう人、ホモデウスって本が大ヒットして,て、で、あのー、僕もね、ディスカバリーでちょっと話したことがありますけど、この人が言ってたメッセージで、ちょっとま、いくつかこう、おって思ったことがあったので、それを紹介したいと思いますね。はい。えっ、ー、とね、2018年のね、テッドでね、まあ、彼が言ってたことなんですけど、 あの、まあ、彼ね、本をいろいろ出してて、もう面白いことたくさん言ってるんですけど、この時のトークがものすごく印象的なので、ぜひ見てもらいたいと思うんですけど、ナショナリストとファシストについての話をしてる回があるんですよ。で、まあ、ここでね、僕がね、すごく思ったのが、 あの、おっと思ったのがですね、えっ、ー、とですね、まあ、国を愛するとか、地元を愛するとか、ま、家族を愛するとか何でもいいんですけど、自分が属しているものって最高だよなってみんな思いたいじゃないですか。これが、だんだん行き過ぎるようになると、自分と国家っていうのはだんだん一緒になってくるっていうね。 だからその、俺はアメリカ人だ。アメリカのために俺は戦う。みたいな感じになってくるっていうで。まあもちろんそれは日本はやってましたからね。あの、お国のためにっていうのをやってたっていうね。その時の、闘水について、どれだけそれが魅惑的なものだったかっていう話をしてるんですよ。で、どう魅惑的なのかっていうね、その、いくつかあるんですけど、僕はすごくその、おっ思うのが、単純だってことなんですよね。 シンプルにしてくれるんですよね。もう、世界は複雑なんですよね。で、あの、俺とお前は違うわけなんですよ、基本的に。だけど、俺もお前も日本人だ。日本のために戦おうって言うと、いろんな問題が吹き飛ぶわけですよね。そんな風にして、え、国のためにいいか悪いかっていうことだけを、あの、主軸にしてものを考え出すと、これ非常に危険なことになりますよね。 えー、あの、だから、日本の産業のためにとか、いう、この言葉とかもすごい、非常に危ない。日本の産業のために汚染水流してもいいのか、みたいな話。でも、そもそも論みたいなのがどんどんなくなってって、えー、シンプルにシンプルにシンプルになってって、で、えー、俺の国を馬鹿にするのか、みたいなところでの戦いになってしまうってこと、ね、でも、これって非常に、 気持ちのいいものだっていうふうにそのハラリさん言っててですね。だからこそ危ないっていうようなことを言ってるんですよね。で、これはこうだって決めると危険だよっていう話ですよね。俺は男だって決めると危険だった話ですよね。女だからこうしろっていうのは危険だった話ですよね。でもランマはどっちに行くかわからないっていうね。 これに僕はすごくリアリティを感じるんですよね。どっちでもあったり、どっちでもなかったりするし、次の瞬間はどっちに行ってるのかわからないのが人生だし。で、しかもね、これ面白いのが、ランマでは水を使ってるんですよね。水を使って違うものに変わるっていうのがすごく面白くて。で、他のキャラクターが次から次へと出てくるらしいんですけど、あの、動物に変わったりもするわけですよね。 だからお父さんはともそもそもそのパンダじゃないですか。人間と動物の境目も水はなくしてしまうっていう。で、この水っていうものはね、ルテンでしょその回っていくもの、変化していくもの、変えてしまうもの、つまり形のないものの象徴じゃないですか。これを使って、えー、固定していることを笑ってるっていうね、えー、いうところで、ハラリさんの、あのー、ファシズムやばいよねっていう、すっ すごい難しい話から、気がつくと、同じようなことを、めちゃめちゃポップに言ってたな、ランマ。 二分の一はみたいなところに、は、なんか気が付いたらなってたっていうね。そ <laughs> れで、今回ね、この動画撮ろうと思った理由っていうのは、まあ、くだこのあたりにあるんですよね。<laughs> めっちゃ難しい話をずーっと考えてたんですけど、まあ、本質的なところはランまで言ってたよなー、みたいなことがあって、これがまた、漫画家っていいよなって思ったという話です。はい。